はい、えー、それでは始めます皆さんこんにちは、えー、2019年宅検本試験当日の所感ということでお話をさせていただきます、えー、担当レック専任講師林でございますどうぞよろしくお願いしますはい、えー、今ですね宅検本試験終わってまあ当日の、えー、まあ午後5時をちょっと手前ですねもうすぐ5時になるかなっていう感じのところですね、えーまあ、本試験が終わって2時間経ったところなんですけども まあどうだったですかね、えー、いずれにしましてもねまああのお疲れ様でした本当に大変だったですよねもうずっと頑張って何ヶ月も前からね勉強してきてで今年初めてチャレンジする人とかね、えー、どうだったでしょうかあの自分が思ってたイメージとどうですかね、えー、難しかったかなとかねあの意外とできたかなとかねまあ,あのいろいろ思いがあるかもしれません、まあ、いずれにしましても、えー、とりあえずまあ終わってよかったですよね で、まあ、再チャレンジ以降の人2回目とかね、えー、以降の人どう,どうですかね去年と比べてどうでしたでしょうかまあ,あのむ難しいっていう感じはいつもしますんで、まあ、今年もやっぱりちょっと難しいという感じは受けたかもしれませんけどねまあ、えー、とは今年初めて受ける方も、えー、再チャレンジの方もとにかく、うん、お疲れ様でした今日はゆっくり休んでください。 まああのね、ワールドカップがありますからね、えーまあ、ご自宅でのんびりしていただいてで明日からまた仕事始まると思いますので、まあ、少し今日はゆっくりあの影響を養って、ね、休んでいただければと思います。まあ、散々、ね、頑張ってきましたので今日ぐらいゆっくり、ね、してください。でどうですかね今年の試験なんですけども、まあ、自分の個人的な感覚ですよ個人的な感覚とすれば。 まあまあえっと例年通りというか去年と似通った感じがしましたあのまあ去年と一昨年と比べると去年は割と解きやすい問題が多かったんですね2018年ですね2018年は割と解きやすい問題が多くてで合格点がちょっとガッと上がったんですよねまあちょっとデータがありますんで画面を見ていただきましょうかはいまあこれえっ、ー、と これ去年2018年ですよね。2018年のデータを見てみた、見ますとですね、まあ合格点が37点だったんですね。で、2017年が35点の合格点だったので、まあこれで去年2点合格点が上がっちゃったんですね。で、まあ問題が解きやすかったっていうところがやっぱりありましたんで、まあ点数が上がってきたということですね。 で、今年はどうだろうってことなんだけども、まあね、あの、受験者の数がちょっと増えて、で、合格者もちょっと、あの、増えるとは思うんですけども、まあ、この合格率は15%台で変わんないと思うんですよね。で、えー、まあ、これは回答速報回の平均値とかですね、途中集計データとか、あの最終集計データ、これは、あの、レックで受講されている方の、まあ、あの、速報データなんですね。なので、これは、 僕はですねあ,のあれなんですよあの合格基準点を予想するあの担当なんですねだから僕はこういうデータを揃えてましてでレック全体のレックで、まあ、あの速報の自分の回答を出してくれた人ですよね自分の回答を出してくれた人たちのデータを、まあ、基準あの考えてそれをよく、まあ、分析してね で今年の合格点は何点なんじゃないかなっていうふうに推定する、まあ、担当なんですよ。だからまあこういうデータをあの今見せているんだけども、まあ、こんななってましてでですねまあこの合格点が今年は何点かっていうのは、まあ、はっきり言って分かんないですよね。えー、よく分からないんですけどもまああのー、ちょっとね希望的観測も含んでしまうかもしれませんけども、まあ、感覚的には。 やっぱり下がると思いますよ。あの去年よりも若干解きにくい問題ですね、えー、顕著なのが宅建業法の個数問題がまあ、えっと2問へあの増えているんですよね。あの個数って正しいものがいくつあるかってやつですね。あれ、個数で問われるとやっぱりあの正解率下がっちゃうのが当たり前ですよね。ですからその問題が増えてますんで、えー、そうするとえっと。に 去年が 4, 4問で今年6問かなちょっと増えたんですよねそうすると合格点はやっぱ少しあの下がるというか難しくなるんですよね。それからあと権利関係が若干むず解きにくいというか若干、えー、難しくなった感じはしますかね。えー、なのでまあ少し下がってほしいなという感じがします。 1>, どうですかね、1点とか2点とかね下がってくれるとあの、まあ、1点は下がるような気もするんですけども2点とかね、えーまあ、3点とか下がってくれるといっぱい受かっていただいて、まあ、僕的には嬉しいんだけど。ですよねで他の講師の話を聞いたりとか、えー、あるいは早速メールを送ってくれた方があの受講生さんでいらっしゃってで何人か送ってくれたんだけども。まあえー、とやっぱり 権利関係がちょっと難しかったです。という意見は多かったですね。でも、宅建業法とか法令上の制限はまあ,あの去年の過去問とやってみてで、今年の問題と比べてみても、そんなに大きな違いはないような感じがします。とかまあ、そんな感じのメールが何通か来ました。なので、えー、まあ、そういったいろんな話をまあ、えー、考えてみますと。とえー。まあ 2つに分かれてますで,す、ね、で意外と下がんないよっていう意見なんですね。えー、37点から、まあ、せいぜい36点ぐらいかもしんないよっていう意見といやいやこれね思ったよりも点取りにくいよですねで下手すると34とかあるかもしんないよって、ね、えらい差がありますよね。ですからまあよく分かんないのが実情なんだけどでもまあえっ、ー、と37より少し下がると思うんですよね。 だからまあ三十六ぐらいの可能性もあるし、で三十五ぐらいの可能性もあるし、で下手すると三十四まで下がるかもしれないとかいう意見も実はあるんですね。これあの講師の中でもあるんですよ。だからまあよくあのその辺はしっかりわかりませんけども、まあこの辺をね、この辺があの予想点とすればなんとなく妥当な点なのかもしれないですね。でこれはですねこの数字がわかんないとダメなんですよ。 これねこの速報会の平均点こっから出すんですねまずあの合格推定点というのは。ちょっと順番が分かんないかもしれないんだけども、えー、とこんな感じになってます。えー、まあ本試験で13時から15時、まあ、2時間試験があってで試験会場から、えー、急いでそのレックの本部に問題冊子を運ぶ役割の人がいまして。 30分あれば問題冊子が到着するわけですね。で、ここで、えー、あの、問題を待ち構えていて、で、答えを出すスタッフが待機してます。そして、えー、ここから回答速報会というのは東京では始まるんですね。関西は少し時間が違うのかな。えー、これ回答速報会っていうのは、こんな感じのビラっていうか、えー、レックで配ってるんですよね、こういうやつを。 あの、試験会場に行く途中でね、えー、歩いてる人に配ってるやつがあるんですよ。で、これの回答速報会があって、で、これが4時半から始まりますよね。これ、まあ、新宿エルタワーとか、あるいは、あの、関西の方で、あ、やっぱ30分と違うんだね、えー。なので、ちょうど今ですね、新宿エルタワーはもうやってる最中ですね。で、そろそろ関西が始まる時間ですね。この、まあ、今の時間がちょうど5時ぐらいなので、まあ、そんな感じなんですよ。で、 ここ,でここでですね出してくれたこのあのそ自分の回答を出してくれた人の平均点を待ってるんですね。ねでそれ,をそれが全部そろう,うのが大体、えー、いい6時なんですよ。で6時に回,あの回答の最終確定をしますあの。回答出しをしているスタッフがですね、えー、18時に、まあ、最終的な回答を確定するんですね。 そしてこの回答速報会に出してくれたデータをもとに推定点を確定するこれが18時半あと1時間半ぐらいかかりますね。この推定点が確定してで19時にはレックのホームページウェブにアップしていきますまあ、そんな感じになりますでこの推定点を確定するときに必要なデータがこのこれなんですねこの5速報会の平均点 この平均点を出していきますこれを使ってこの合格点を推測するわけですね。ちょっと高いんだよね。速報界会の平均点よりも実際の合格点はちょっと上がるんですよね。35.4が37に上がってるし33.4が35に上がってますしちょっと上がるんですよね。これが例年の例年のパターンですね。ちょっと上がります。なのでこのこのデータを今待ってるところなんですね。 でこのデータが出た時には、えーとまあ、18時半に確定して19時にウェブアップをしますので、まあ、これをねえぜひ待ってください。あのホームページレックの宅建のホームページに載ってきますんでこれ見てください。えそれからですねあの、まあ、皆さん YouTube 見ていただいてると思うんですけどもあのこの速報会に出られない方はえぜひですねこのレックのホームページに行っていただいて で無料の成績診断で、えっと、ご自分の回答をぜひ入力してください。レックの卓見の,あのマイページっていうのを作ってあの、持ってない人はね、マイページを作成しまして、でネットでこれ,これ簡単なので、でこれをですねあの、出してください。ぜひお願いします。これをね、僕はうんと楽しみ待ってるんですよ。まあ、楽しみじゃないけど、うんとこれ楽しみ、あの重要なんですね、僕は。 でなぜかと言いますと、これで出た結果がだいたい一次集計が終わるのに5日間かかるんですよ。で5日間経ったときに、えー、データを集計して、まあ1週間後の10月27日、えー、合格基準点予想会ってのをやっていきます。えー、この合格基準点予想会というのはこれは <laughs> まあえっ、ー、とこんな感じで10月27日は1時から ま、1時間ですね。まあ、新宿エルタワーで私がやります。これ、あの、同時中継とかで、他のところでも中継やりますんで、まあ、よかったらぜひ来てください。えー、1週間後ですね。で、こここの時に、もう少し詳しめな合格点が出せると思います。え、ここまで、この数字がわかるんですよ。ね、次の数字がわかります。で、これはですね、割と人数が、ま、集まりますんで、 2000以上ですね。まあ、3000近く集まったりします。で、このこっちの方はですね、せいぜい数百なんですよ。なのでブレるんですよね。ですからこっちが結構重要なんですね。このデータが重要です。このデータ多ければ多いほどいいです。で、これを基準に、えー、1週間後にはまあだいたいこのぐらいじゃないですかっていうお話をするためにまあ、合格基準点予想会ってやりますんで、まあぜひですね。 えー、あの起こしいただければと思います。あのまあ、えー、去年もそうなんですけども、えー、受かった人はねあのなんていうか、えー、おかげさまでっていう感じでまあ皆さん来てくれてで僕としてもとても嬉しいのでまあ、えー、受かった人っていうか絶対大丈夫な人ですよね予備校が出している合格推定点よりも。 点点も,3点も高い人です、ね、そういう人はもうほぼ合格確定でしょうからまあ割と自信を持って来てくれたりするんだけども、まあ、ギリギリの人もね、まあ、不安そうな感じで来られる方もいらっしゃるんだけども講師、まあ、としては、えー、と僕の自分の講義を受けてくださった方が後からそうやって来てくれると、まあ、すごく嬉しいのでぜひね通信の通信講座の <coughs> 受講の方とかね、えー、そういった方もぜひよかったら合格基準点予想会を、えー 顔見し顔見せてくれるとまあ嬉しいですはいでですねあのあまりこの本試験の中身の話をまだしっかりと確認してないので詳しいことは <laughs> まだお話しできないんですけども、えー、いずれにしましてもですねまあ思ったのが、えー、まあ改正点とかあとはその予想ですよね <laughs>、えー、まあ山当てっていうのかなそろそろここは出るんじゃないかとかね。 あるいはここ改正点だからここが危ないよとかですねそういったちょっと予想的なものがどのくらい出るかってずっと、まあ、あの気にしてたんですけどもそれほどは多くなかったですよね。でやっぱり普通にオーソドックスな普通に勉強してる人ですね普通に過去問を回してで基礎的な知識を普通に固めている人にとって有利な試験。 だったと思いますね今年の試験去年からそう思うんですけどもまあまあなんか気を照らったような変な問題もね少なくなってきましたし、えー、まあ、努力は報われる試験になってきた感じがまあ、個人的にはしてますで逆に言うとあの絞りやすいんですよね今年の問題とかねあるいは去年の問題もそうなんですけども、えー、中核部分本当の基礎的な中核部分をきっちりと理解していてえ正確に 覚えていると、まあ、それだけで点が取れるという問題が結構多くてだからまあこういう傾向がひょっとしたら続くかもしれませんので,でそうするとどういう対策が必要になってくるかといいますとまあ誰でも同じことを言うと思うんだけども要するに基本をしっかりしましょうっていうことにはなってしまうんですが、えー、独学で過去問をパラパラ繰り返している人が やっぱりちょっと不利になってきている感じはするんですよね。あの予備校の講師だからこういう言い方をしてしまうとなんかちょっとねあのいやらしい感じがするかもしれませんけども、あの予備校で勉強している人が有利な感じになってきた感と思います。あの重要ポイントを絞り込んでここはしっかり固めてくれっていうそういった勉強をしていただいてますんで、えー、非常に予備校に通ってる人が比較的 点が取りやすいといとうかね、まあ、そういった状態になって、まあ、我々からすれば、まあ、それは決して悪いことではないんだけども、まあ、あのどうななのかなっていうところはありますよねいずれにしましても独学でやってらっしゃる方もねその過去問の、えっと、レックの過去問集でいうとちゃんとメリハリがありますからね重要な過去問はそれ以外の過去問とはちゃんと区別してありますからレックの,あの過去問集は。 でそのレックの過去問集のメリハリをしっかり生かしてでとても過去問で重要な部分に関しましては、えー、しっかりと固めるという勉強をしてた方ですねこれは独学の方でもそういう勉強をしている人は割と点が取りやすいと思いますねだからまあ、えー、と独学とか予備校に通ってるとかそういった区別よりはねむしろあの本当に基礎的な部分をガチッと固めてであまり枝葉の部分 なんかえっ、ー、と細かい改正とかね、えー、そろそろ出るんじゃないかなとかね、そういった問題にあまりなんかあの注意をそあのぶらされて、えー、で本筋を見,見失わないようにするそういう勉強をちゃんとしてきた方にとってはまあまあテ、えーマ取りやすいんじゃないかという気がいたします。はい、えー、それではですね、えー、2019年宅建本試験の、えー、当日の書簡を、えー、終了いたします。ではどうもお疲れ様でした。